今回は色界、太陽の電磁波領域、イレクトロマグネティックフィールド・オブ・ザ・サン。これでいいかどうかは分かりません。ザ・ソーラー・ウィンドでもいいかもしれません。色界ですから一応こうしました。それで、この8159から66行ですが、そう思って才を提す、文もって色を発す、あるいは色をまく。これは色のことではありません。彩りはこちらです。色と才で別のものを指しています。故に、質によるものは才にとる。この質によるものの質って、これは動植物のことです。水を持ったものですから、それを質と言います。動植物は色にとる。それから生によるもの、この生は天文現象のことです。これ水を含んでないんですよね。だから天文現象を乾いて浮かぶと書いてます。生によるものは文による。これは天文の門ですね。天の模様ですね。合してこれを言えば、すなわち、日白にして光る、明にして通ず。なかなか難解な文ですが、これ読みはですね、チサスロブデータベースで色界に行ってここで出ます。で、色を発すにしてますけど、幕の方が良かったですね。これは伝播する、伝播するって言いますね。だから広がることなんですけど、まくとも言いますね。だから光をまいているとも言ってもいいし、光が伝播していると言ってもいい。故に質によるものは才にとる、性によるものは文にとる。で、こう語を対にすることで、一語一語、意味を明確にしている。で、色と彩はもう違うものだというのがここで分かります。これを縦に色彩としたら、もうそれでカラーと取ってしまうのは、現代日本語が2語からなる熟語で構成されているからです。これは現代日本語の特徴です。で、戻ります。それで、もう一回戻ってですね、それでこの「祖文文」それからこちらの「祭」それから「陰」ですね。これらはここにあります。陰はもうこざと偏をつけることにしました。どうしてもやはり何十年も見てるんですけど、やっぱり慣れないんですよね、頭が。文の上では陰、意味は同じです。ですからこの文は祖と文と祖文、ここにあって、で、色はここにありますね。それから彩、彩はここにあるので、その漢文法に従って書いて文にしたらこうなるということです。図にしたらこうなると。で、この中心にあるものは濁です。濁は光の不透過性、光が通らない性格を濁、濁りだけではないんですね。闇も濁だし、太陽も濁なんです。どうしてかというと、その向こうが見えないから。案外意外に深い意味を持っている。で、光の透過性と不透過性は、この素、どうしてこういう訳になるかというと、素とは静と濁だから、光の透過性と不透過性です。で、
光の透過性と不透過性は色彩のもとになる。彩を提出だから、これが色ですね。色彩のもとになる。これはカラーの意味です。のもととなり、光沢と陰影は散りばめられた光と影である。光沢、ここですね。光沢陰影は散りばめられた光と影である。まあ、光沢陰影はそういうものですよね。光と影が散りばめられている。なかなか巧みな表現です。だから動植物、山岳、花海などの地上の存在には色彩がありっていうのは、質によるものは彩に富んだ。すべて色を持っているということです。性によるものは分に取ると。天文現象には光と影がある。この現象を合わせて言えば、太陽は白色で光、明るさを通す。地球は黒色で陰り、暗さによって隔てる。これは地球は半分が昼で半分が夜ですね。この現象を分けて言えば、色彩は地球の黒と太陽の白の間の物体の色であり、天文の光と影はそれらが物体を離れて発する模様である。物体を離れて発するというのは、文はすなわち光陰体を離ると書いてるから、すなわち彩はすなわち黒白体を表す。黒と白の間で色を表している。それぞれの色を体と言ってるんですね。今ではこの体に全部コードが振られてます。カラーコードですね。で、これをまあ英語にするとこうなるんです。で、ここで大事なのは、この色彩論はどうもゲーテに近い、ゲーテの色彩論に近いようだと。色彩論、ゲーテは光のスペクトルと闇のスペクトルを考えて、これは倍円形の発想です。対で考えるというのはですね、それで色彩感というのもですね、倍円的な発想なんで、これ不思議なんですよ。それで色彩、まあ、ゲーテは色彩現象の全体を包括する色彩感は、一と全、特殊と普遍の合一を示している神秘的な形であると。ニュートン的なスペクトルでは、色彩は色光の波長により赤、橙かな、黄、緑、青、藍、紫の直線として分析され、円を描くなどということはないと。これはいかにもニュートン的なんです。色彩感は、ここが大事なんです。色彩感は数量化された自然ではなく、人間が感覚する自然を探求したゲーテの姿勢から見出されたものだと言えると。で、ここはもうバイエンの、色彩論と同じです。分析したのではないんです。赤といえば夕焼けの赤、赤い花の赤、朝焼けの赤、青といえば空の青、海の青、緑といえば山の緑、自然の色です。それですから、これどうしてこういう違いが出てくるかというと、ニュートンはだいたいこの時代です。1727年没ですから、バイエンが4歳の時に没しています。バイエン4歳の時に80歳です。それで1643年生まれ。ここはまあ中世から近世に向かって抜け出る時なので、抜け出るエネルギーが働いていたので、光の色彩、ニュートン的な色彩論、プリズムを使った分光ですね、ああいう発想が出てきた。しかしゲーテになるとですね、1749年生まれですから、バイエンが1723年生まれですね。バイエンが26歳の時ですかに生まれている。ですから、
この辺はもう時代がニュートンからは相当隔たっているんで、現代の科学に対するまあ猜疑心、この科学はおかしいんじゃないかという発想、疑問がもう生まれていたんですね。で、つい最近、まあ現代になってそれを強く主張したのがアーサー・ケストラーでした。「ホロン革命」「機械の中の幽霊」という本で書いています。それでこの間ニュートン、バイエン、ゲーテ、つまりイギリス、日本、かドイツへの情報の還流がなかったかということはこれから調べないといけません。なかったはずがないんです。で、どうしてかというと、長崎出島ですね、出島に相当の情報が入ってきて、それを高値で買ってました。で、その帰りの船に日本の焼き物、伊万里焼きとかを積んで、その緩衝材、割れないようにするための緩衝材として和紙を挟んだんだけど、その和紙がまあそのただの紙じゃなんだから、まあ、浮世絵を挟んどこうというんで浮世絵を挟んでいったんですね、帰ったんです。で、その浮世絵がヨーロッパで印象派を作った。で、その頃絵の具がですね、まあ、持ち出し可能なチューブ式の絵の具というのができて、そしてキャンバスというのが作られて、キャンバスは前からあったのかな、だからスケッチをして画廊じゃない、自分の家に持ち帰って色を塗るというところから、チューブ式の絵の具で、もう現場で色を見ながら、自然を見ながら絵を描いたと。そうするとまあリアルな色彩が当然できるんですよね。それでそういうのがまあいろいろ混じり合って、まあ印象派というものができたんです。だから情報の交流も、日本はその後印象派というものが日本の浮世絵から生まれたとか、まあ、携帯式の絵の具から生まれたとかいうことはあまり考えないんですよね。まあ、西洋移送日本なんです。で、これからまあそのゲーテの色彩論とこのバイエンの色彩論、ここね、考えていかないといけません。その間、この戦後80年はですね、やっぱりアメリカ移送日本だったので、ヨーロッパと日本のつながりにアメリカという国がドーンと壁のように立ちふさがっていまして、随分情報遮断されていました。これからはそれが出てきます。もう出てきています。そういうことからゲーテの色彩論とバイエの色彩論というものは通じるものがあると。それから文と図は絶対に切り離してはいけないということです。それからこうやって文と図をすぐにこう出せる、まあ相互参照できるようにしないと、本ではねそれができないんですよ。これ、こうするためにソースをねこうやって書くんです。それで、ここですね、DIY ライン、センター、イメージ、これを持ってきなさいということですね、ここは。で、その幅は350ドット、高さ350ドット、ボーダーイコール1にしなさいと、まあこう書いてるわけです。こうするか。そしたらこれがボーダーイコール1なんですよね。で、こんなふうにして常に参照できるようにしておかないとわからないですよ。で、このことを随分あちこちに書いたんですけど、ほとんど人目に触れることもないまま今日まで来ましたけれども、まあ8159行まで、
ここですね、色界ってここなんですよね。これが太陽ですから、これがフォトスフィアですね、日ですね。これが色界で、これが鋭ですね。日鋭ですね。まあこんなふうに書いてます。それで、こうやって常に図と参照できるようにしながら読むとですね、読みやすい。まあ淡々と作っています。これが超漢字 V になりますとですね、ビートロンですね、超漢字 V になりますと、本文からクリックして、こちらは下唇にできます。まあ下唇というのはまあ、リンク先なんですけど、でこういうものを実心として、また本文を下唇として自由自在に行ったり来たりできるんです。で、バイエンは頭の中では自由に行ったり来たりしてたんで、それをまあこういう形で、さっきお見せしたようにソースで書くよりは、 OS そのものがハイパーリンクネットワーク構造を持っているビートロンの方が作業しやすいんです。作業しやすいです。ということで、ゲーテの色彩論とバイエンの色彩論とニュートンの色彩論の比較研究が必要だということと、色界というのは太陽の電磁波領域で、それはここのことで、この白の円のことで、その中でこういう色彩の現象が起きるんだということ。いうふうにバイエンが考えていたということです。ではこれで終わります。